ジョーホールジョーホールは、イングランドのスタッフ,フォードシャー出身のアイスホッケー選手。スタンデーカップで3度優勝したが1919 19年に、スペイン風邪のため亡くなった。イングランドのスタッフ,フォードシャーで生まれた、彼は、カナダのマニトバ州、ブランドンで育ちマニトバプロホッケー協会所属の、ブランドン・ウィート・キングス、ウィニペグローイング・クラブ、ケノラシスルズやニャーのケベック・ブルドックズ、 NHL のモントリオールカナディアンズでプレーした。1907年、ケノラシスルズに所属した、彼が受け取った、ラビングカップが、ホッケーの殿堂に収められている。1912年、1913年には、ケベックブルドッグズで、スタンレーカップ優勝を果たした。1919年、彼は、モントリオールカナディアンズに所属しチームは、スタンレーカップファイナルに進出した。 ファイナルの最中、カナディアンズと対戦相手のシアトルメトロポリタンズに所属する数人の選手はスペイン風邪を発症しファイナルは中断された。そのわずか5日後ホールはワシントン州シアトルの病院で亡くなった。1961年、彼はホッケーの殿堂入りを果たした。ありがとうございます。